最新情報を流れでキャッチアップ、ラジオ感覚放送毎日 AW です。おはようございます、サーバークスの加藤です。11月の13日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう。今回は11月の11日、9件のアップデートがありました。一つずつ見ていきましょう。まずは一つ目、新しいビジュアルデータ準備ツール AWS Glue Data Brew がリリース。はい、分析や機械学習トレーニングのためにデータを準備するための新しいツールが発表されました。それが AWS Glue Data Brew というものですね。 AWS コンソールからアクセスして使うことができるビジュアルツールになってます。こちらがコードを記述することなくデータをきれいにすることができるものになっていて、データの可視化と変換処理の定義実行を GUI で簡単にやれるようになるようなイメージになります。250の事前定義された変換処理が用意されているということで、可視化含めて従来のアプローチに比べてデータ準備にかかる時間を最大 80% 短縮してくれるということです。基本的には S3 か Glue のデータカタログからデータを読み込んであげて S3 にデータを吐き出すような形になるみたいです。サンプルのプロジェクト用意されていたので、気になる方ぜひ使ってみてください。では次2つ目いきましょう。 Amazon エラスティキャッシュがメムキャッシュ 1.6.6 に対応。インメモリのデータスターサービスであるエラスティキャッシュですが、こちらがメムキャッシュの 1.6.6 に対応しました。アイドル状態のクライアント接続によるメモリー使用量の削減だったりとか、多数のコネクションによるメモリー断片化の軽減などなど、メモリー管理に改善が入っているということで、機能追加というよりはどちらかというとバグフィックスとか機能改善がメインになるアップデートのようです。次3つ目いきましょう。 Amazon S3 の新コンソールが一般利用可能に。はい、Amazon S3 のコンソールが新しくなりました。見た目が大きく変わったんですが、それ以外にも新しいバケット作成時に他のバケットの設定をコピーしやすくなったりとか、バケット設定のうち変更する権限がある設定のみを表示してくれる機能だったりとか、あとアップロードパフォーマンスの向上、アップロードの進行情報をより詳細に確認することができるページの追加などなど、機能面でのアップデートもかかっているということです。かなり大きく見た目とか変わっているので、慣れるまでちょっと扱いにくいかもしれません。 S3 をお使いの方はですね、ぜひちょっと早めに軽く目を通して、あ、こんな感じになったんだなって確認しておくことをお勧めします。では次4つ目いきましょう。 Amazon Redshift がタイムおよびタイム TZ 型をサポート。はい、データウェアハウスの製品であるレッドシフトですが、タイム型、タイム TZ 型という2つの新しい型をサポートしました。タイム型がタイムゾーンを含まない時刻の情報で、タイム TZ 型がタイムゾーンを含む時刻型ですね。もともとデート、タイムスタンプ、タイムスタンプ TZ という3つの時刻関連の方はあったんですが、加えて時刻のみを管理する方法が増えたという形になります。ドライバーについてもこれらの方には対応済みのようで、 JDBC 用のドライバー 1.2.50、 ODBC 用のドライバー 1.4.18 でそれぞれサポートされているということです。次5つ目いきましょう。 FreeRTOS が IoT および AWS ライブラリを含むように。はい、マイコン用のリアルタイム OS FreeRTOS ですが、こちらが2020年11月版のアップデートを発表して、 FreeRTOS カーネル TCP ライブラリに加えてリファクタリングされた IoT AWS ライブラリを含むようになりました。具体的に言うと MQTT、JSON、あとは PKCS11 公開鍵暗号の標準ですね。これらに対応したライブラリとか、あとは AWS IoT デバイスシャドウに対応したライブラリが含まれるということで、マイコンでの実行に最適化済みのライブラリが増えて、よりできることが増えてきましたよという形になります。では次6つ目いきましょう。 AWS システムズマネージャーエクスプローラーが複数アカウント、複数リージョンの AWS コンフィグコンプライアンスの概要を表示できるように。はい、AWS システムズマネージャーエクスプローラー運用ダッシュボード機能ですね。こちらが AWS コンフィグのコンプライアンスチェックの結果をダッシュボードに表示できるんですが、これが複数アカウント、複数リージョンの結果を表示するのに対応しました。組織全体のコンプライアンスステータスを確認してあげて、非準拠のリソースがないか素早くチェックすることができます。次7つ目いきましょう。 AWS コードパイプラインのソースアクションがAWS コードコミットの Git クローンをサポート。
はい、CI/CD パイプラインを構築するサービスコードパイプラインですが、最初にデータを引っ張ってくるアクション、ソースアクションがコードコミットの Git クローンに対応しました。もともと GitHub、GitHub Enterprise、Bitbucket などの、Git クローンには対応していたんですけれども、これがコードコミットにも拡大した形になります。通常 ZIP 形式でソースファイルのみを落としてくるんですが、 Git クローンすることで Git に関連するファイル群も全て落としてきてくれるので、まあ、後のアクションでですね、 Git を使った操作などを行いたい場合にはこちらの選択肢をお使いください。では次8つ目いきましょう。新しいデジタルコースが追加、レガシーデータベースからの脱却。はい、AWS トレーニングと認定のページに新しいデジタルコース、ブレイクフリーオブレガシーデータベースというものが増えました。レガシーデータベースからクラウドネイティブなデータベースへ移行する価値とプロセスについて学ぶためのもので、なぜレガシーデータベースを使うと大変なのかという話から始めて、クラウドネイティブなデータベースになぜ移行した方がいいのか、あるいはオラクルからオーロラ、SQL サーバーから DynamoDB への具体的な移行方法などを学ぶことができます。全体で105分ほどのコースで、英語のみなんですが無料で使うことができます。では次、最後9つ目いきましょう。セキュリティと IoT に関する新しいデジタルコースが EdX とコーセラに追加。はい、オンライン講義のプラットフォーム EdX、コーセラに AWS の新しいデジタルコースが追加になりました。Introduction to AWS Identity and Access Management、あとは AWS IoT Developing and Deploying an Internet of Things ということで、 IAM と IoT に関して学ぶことができるコースが追加されました。こちらもセルフペースのコースになっていて、1週あたり 2,3 時間で4週間分のコースになっていて、無料で登録して利用することができます。はい、基礎的な内容にはなってくるかと思いますが、セキュリティと IoT に関して学びたいという方はぜひご確認ください。ということで、以上9件11月の11日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄、または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。また次回毎日 AWS お楽しみに。ではでは。